現婚アメリカ合衆国日本国人とこもごも愛親睦戦を図る。まさにこの意によってもって高麗久しく守るの朝廷を定めんとす。はいどうも皆さんこんにちは。今回は黒船来航と日米和親条約についてお話ししていきます。今回の動画で200年以上にわたって続いてきたいわゆる鎖国が終了し、日本は開国へと進んでいきます。そんな大きなターニングポイントとなる黒船来航ですが、一体どのような出来事なのでしょう。まずはこの頃の国外がどのようになっていたのかという振り返りから始めていきましょう。この頃アジアでは大事件が起きていました。アヘン戦争です。イギリスと清の間で起きたこの戦争は最終的にイギリスの勝利、これをきっかけとして清は反植民地化への道をたどっていきます。このようにしてイギリスが清に進出すると、アメリカはイギリスには負けていられないと考えて清に進出していきます。この時のアメリカは清と貿易するために大西洋を横断するルートを使っていました。しかしこのルートはライバルであるイギリスの方が有利なルート、アメリカにとっては日数がかかりすぎて不利だったのです。このままではダメだ、そう考えたアメリカが思いついたのが太平洋を横断するルートでした。このルートを通れば所要日数においてはイギリスとほぼ並びます。こうしてアメリカは太平洋に浮かぶ島日本に目をつけて燃料補給地にさせてもらおうと考えたのでした。それではこの時の日本に目を向けてみましょう。前回の動画で紹介した水野忠邦、彼に代わって政権を担当したのがビンゴの国福山藩主だった安倍政宏でした。老中主座に就任した安倍政宏がこの難しい時代の政治を担当していくのです。この頃の幕府はオランダからの情報によってアメリカが交易を迫ってくることを知っていました。なので海防係という役職を設けて幕府内の有能な人材を任命、彼らに外交・国防を担当させ日本の危機に対応していこうとしていきます。またこの頃の日本の風潮の一つとして挙げられるのが攘夷論です。攘夷というのは外国船を打ち払うという意味で、この頃の日本には日本に外国人を近づけてはならない、外国船を打ち払えという風潮が広がっていたのです。特にその攘夷論を激しく唱えていたのが水戸藩でした。水戸といえば徳川御三家の一つ、水戸徳川家のお膝元です。当時水戸藩で力を持っていたのが徳川斉昭という人物でした。この斉昭は攘夷論を支持しており、国外情勢をめぐる幕府の対応に不満を持っていました。そうして本来口を出せないはずの幕府の政治に積極的に口を出し、大きな影響力を持つようになるのです。そのような影響もあり水戸藩は攘夷論の先頭を走る存在となります。そのような状況で起きたのが黒船来航です。アメリカからやってきた軍艦4隻が江戸湾へ侵入、浦賀に怒りを下ろしました。この軍艦のうち2隻は当時日本にない蒸気船です。蒸気の力によって風や潮の流れに逆らって進む船を見た日本人は大層驚いたことでしょう。この黒船に乗っていたのがアメリカ人のマシュー・ペリー。彼の目的はアメリカ大統領からの親書を渡すことでした。最初に対応した役人は長崎に回ってくれと要求しましたが、ペリーは拒絶、高圧的な態度で臨むことが開国を成功させる最善策だと考えていたペリーは江戸湾の奥へと船を進め、蒸気で動く船を見せつけます。その頃江戸では老中主座安倍政宏を中心にどのようにペリーに対応するかが話し合われていました。これまでの日本は鎖国方針をとっており、朝鮮、琉球、清、オランダ以外とは関係を持たないという考えだったからです。しかしペリーの強硬な姿勢を見た幕府は、今拒否すれば戦争になるかもしれない、そうなるとアヘン戦争の真の二の舞だと考えました。こうして長崎に回ってもらうことを諦めた幕府は大統領親書を受け取ることを決めます。ペリー上陸です。ペリー艦隊が上陸したのは久里浜、日本に対してアメリカ大統領の国書を渡しています。その国書に書いてあった主な内容は4つでした。1つ目が日本とアメリカの友好、2つ目が日本とアメリカの貿易、3つ目が石炭と食料の供給、4つ目が難破したアメリカ国民の保護です。幕府は軍艦で押しかけてきたペリーの要求を
拒むことも受け入れることもできませんでした。ということで幕府はとりあえず翌年の回答を約束してペリーを一旦退去させるのです。さて幕府はここからが大変です。ペリーは翌年帰ってくるのでそれまでに準備をしなければなりません。安倍政宏は黒船来航を国家の一大事と受け止めて朝廷にこれを報告。さらに大名や幕府の役人、果ては儒学者や浪人、町人の一部といったいろいろな人に意見を求めました。この行動は異例中の異例、今までの幕府であれば考えられないような対応です。このように広く意見を聞いたことにより朝廷や夕飯が政治に参加することができるようになり、彼らの多くがこれ以降改革派として政治に口出しをしていくようになります。こうして意見を募った結果、様々な意見が届きました。幕府はその意見に目を通した末に、通商には応じないが万が一に備えて防御力を高めるという方針を決定します。こうして防御力を高めるために作られたのが台場です。海の中に要塞を作り、そこに大砲を配備することで江戸湾の防御を固めようとしたのです。この台場が現在ではお台場という名称で知られています。さて肝心のペリーですが、1年を待たずに再びやってきます。今回は軍艦7隻を率いての来航で、日本にやってきたペリーは横浜に上陸、会見所へと向かい強く開国を迫りました。今回のペリーは以前にも増してさらに強硬な姿勢をとっており、横浜で話し合っている場所を軍艦の射程距離に入れたのです。このように武力をちらつかせた上でペリーとの交渉が始まります。この交渉の際にペリーは以前の動画でお話ししたモリソン号事件を引き合いに出します。以前アメリカは漂流した日本人を送り届けようとした、なのにアメリカは砲撃を受けた、日本は外国人どころか日本人の命も軽んじる非人道的な国だ、アメリカが介入し正義の戦争で人道的な国に変える、そう発言したのです。これに対して幕府の役人林福斎は、それは17年も前の事件だ、日本は命を軽んじる非人道的な国ではない、当時は異国船打ち払い令が出ていたが今は浸水給与令が出ている、それに南波民は長崎から国に送り返している、17年前の事件を引っ張り出して戦争を始める方が非人道的だと切り返したのです。さてここでペリーの要求をもう一度確認しましょう。ペリーの要求は4つ、友好、通商、浸水給与、南波民の保護でした。今言った通り浸水給与と南波民の保護はすでに日本が行っていることです。つまり残るは友好と通商ですが、日本としても戦争はしたくありません。友好に関しては意見が一致しています。ということで残ったのは通商です。なのでここから先は通商についての交渉が始まっていきます。ペリーの主張は、通商は互いにとって有益だ、日本は国を開いて交易をすべきだというものでした。これに対して林は、通商が有益だということには同意する、しかし現状日本は国産品で足りている、通商する必要はない、それに先ほどあなたは人命を理由に日本に介入すると言っていた、通商に人命は関係がないはずだと切り返したのです。林はペリーが人命を理由にしたことを逆手にとって通商を交渉のテーマから外したのでした。これにはペリーも言い返せなかったらしく交渉は終了。こうして結ばれたのが日米和親条約です。この条約の主な内容は、アメリカ船に薪や水といった必需品を渡すこと、下田と函館を開港すること、アメリカ領事が日本に駐在すること、日本は外交上一方的にアメリカに対して最も有利な取り扱いをすること、これらを約束するといった内容でした。重要なのは通商が内容に盛り込まれていないということです。それでは日米和親条約で開かれた下田と函館の位置を確認しておきましょう。下田は静岡県、函館は北海道に位置しています。またペリーはほぼ同時期に琉球とも条約を結んでいます。こうやって上空から見ると下田、函館、琉球の3つがほぼ等間隔に並んでいることがわかります。おそらくこれは偶然ではなく、アメリカにとって都合のいい3つの補給地点を確保したのだと思われます。さてこうして南極を乗り越えた安倍政宏ですが、現在の日本を取り巻く状況を見て、今回はなんとか乗り切った、しかし近々通商を許可することになるだろうと考えました。こうして安倍政宏は辞任して適任者にその座を譲ります。こうして老中主座となったのが、オランダのことが大好きで海外の事情に詳しい堀田正義でした。
この人事から分かるように、幕府は海外と本格的な貿易を行おうという方針に転換したのです。こうして日本は世界へと目を向け始めるのでした。さて、いかがだったでしょうか。こうして結ばれた日米和親条約では通商は保留となりました。なのでアメリカは引き続き日本との通商を目指していきます。また今回の出来事と並行して別の問題も起きていました。将軍徳川家慶が急死していたのです。家慶の後を継いだのは息子の家定だったのですが、家定は病弱で後継ぎがいません。こうして家定の後継者をめぐる将軍軽視問題も発生します。ということで、次の動画では日米修好通商条約と将軍軽視問題についてお話ししていきます。それではまた次の動画で。